皆さんの内側にある潜在能力は自分で思ってるよりもずっと力強いんですね。正しく刺激を与えてあげると自分でも知らなかったような潜在能力っていうのが呼び覚まされるんです。日本人は物事をこう探求するのが得意なんですね。だからこそ日本文化っていうのは世界に深く根付いているんだと思います。そしてこの究極の思考方法ともいえるのが編集力の起源なんです。この編集力が何かということなんですけれども、簡単に一言で言ってしまうと、もともと私たちはある思考パターンというのを持ってしまってるんですね。そこから自分の力で抜け出して全く新しい景色というのを脳の中に広げていく力でもあると言えると思います。このプロセスを私たちは脳に汗をかく体験というふうに呼んでいます。私は安藤明子と申します。日本の伝説の編集者でもある松岡聖剛の弟子にあたります。様々な企業様といろいろな編集工学の経験をしているんですけれども、例えば無地ブックス、それからリクルートといった企業さんとたくさんのビジネスの価値を再発見したり発掘したりするようなお手伝いをしてきました。この講座の目的は皆さんに編集力の脳内トレーニング方法というものを簡単にかつしっかりと習得していただくことです。創造的なコンテンツを発想したり、目を引く文章を書いたり、物事への新しい見方というのを掘り下げたり、もしくは説得力を高めたり、こういったいろいろなニーズに応えられるように、このコースではさまざまな練習を通して強力な思考ツールを柔軟に使えるようにトレーニングしていきます。ぜひ思考の枠を突破していきましょう。オンラインコースでお会いできるのを楽しみにしています。